爆飯爆飯は、大麦や裸麦などの麦だけで、あるいは米と混ぜて炊いた飯、麦ご飯、爆ャリとも言う、夏の季語。日本人の古来よりの主食は、米と考えられてきたが、実際の非常食は、爆飯のほ他、縦飯といって、米に他の穀物や野菜、海藻などを加えて、共に炊飯したもの、あるいはは冷えなど米以外の穀物のみを炊飯したものが、 普通だった。白米だけの飯は、都市部以外では、祝祭時のみたかれるもので、東京都を例にとると、東京都区部のうち、山の手と下町では、普段でも白米飯を食べていたが、その外側の畑作地帯では、陸島米が2割から3割の麦飯を食べていた。現在は、住宅地になっている、杉並区では、大正時代から少しずつ、素材の栽培が増加し、 都市近郊の野菜栽培農家に転換したが、それ以前は冷えなどの穀物を栽培し、日常食は冷えと麦で、米は少し入れるだけだった。米の乏しい畑作地帯では、これにさらに冷えや泡など雑穀を加えたり、雑穀と大麦のみで作るような麦飯も、かつては見られた。明治、大正時代までは麦のみのバック飯もあったが、米に麦鉢の混合率から次第に、 米産麦7、そして半々の半麦飯となり、戦後には米7麦3へとその比率が逆転した。今日では貧困から麦を食べることはなく、健康食品、あるいは麦とろ、牛タン定食、水軍鍋など特に麦飯と相性の良い食味を持つ、混立てに添えて好んで食べられるように変化した。爆飯は米飯とは異なる、独特の香りと、 やや固めで、粘り気の少ない食感を持つ。調理に際しては、米との比率を好みによって調整する。麦を多くするほど米に由来する。飯の粘り気が少なくなり、固い食感となる。麦は炊き上げるのに米よりも多くの水が必要なため、麦の量が増えるに従って米のみの場合よりも水を多めにする。大麦は、世界的には粗びきにして、上に炊く。 いったものを粉にして、熱湯や茶で練る、発芽させて、爆芽とし、これを乾燥、粉砕して、パンの材料や醸造原料とするという利用法が主体である。米と同様に粒の状態で炊飯する食べ方は、日本以外では朝鮮で見られる。ヨーロッパでは、大麦のみ、または、大麦と米を混ぜて、ピラフとして炊いたものなどが見られる。麦を生白したものを生白という。 爆流は米に比べて煮えにくいので、先に丸麦を煮ておき、水分を捨てて粘り気を取り、米と混ぜて一緒に炊いた。これをえまし麦といい、ゆとり法の一種である。また、麦をあらかじめ煮る手間を省くため、唐スや石臼で引き割って、粒を小さくした麦は米と混ぜて炊くことができた。これを引き割り麦という。 これは主に農家の自家消費用であったが、明治10年頃からは一般にも販売されるようになった。現在多く流通しているのはいわゆる、押し麦であるが、これは麦を砕く代わりに、ローラーで平たく押しつぶし、煮えやすくしたものである。明治35年に、押し麦が発明されたが、当初は麦を石臼にかけ、手押しのローラーで押して、天日で干す手作業で製造していた。大正二年、 発明家の鈴木忠次郎が麦の性格、圧延機を開発し、性爆過程が機械化された。さらに鈴木は、性爆機械の改良に取り組み、この鈴木式性爆機を備えた工場が各地に設立されて、性爆の大量生産体制が整った。昨今では、様々な性爆が開発されている。丸麦大麦の外皮を取り除き、制白した状態そのままのもの。 おし麦精白した大麦に水と熱を加えて二つのローラーで押したもの。粒の真ん中に黒状が残る。麦とろによく用いられる。切断麦黒状を縦に半分に切り、水と熱を加えて二つのローラーで押したもの。米粒麦黒状から縦に半分に切り、米粒状に剥いたもの。おし麦や切断麦は水洗いの際に浮きやすいのに対し、米粒麦は米と混ざりやすくなっている。 爆藩は、かつては、米より食味で劣り、かつ安価で流通していたため、粗食であり、貧民の食物という社会的な観念があった。そのため、吉田茂内閣の池田隼と、大倉大臣の答弁った方へ持っていきたいというのが、私の念願が、貧乏人は麦を食えの見出しで新聞に掲載され、物議を醸した。しかしその優れた栄養価から、 徳川家康や昭和天皇は爆藩を主食とした。日本の刑務所では、近代の懲役刑の導入とともに、麦飯が導入され、米、麦イコール7、3の比率のものが標準とされている。俗に刑務所の食事を、臭い飯と呼ぶが、これはかつては、刑務所の食事が低予算の関係から非常に質が悪く、また終戦後など食糧事情の悪い時代には、南京米の、本当に、 周期のする飯が、服役者に出されていたことによる、健康食品として食べられるのは、大麦は、米と比べて、食物繊維、タンパク質、ビタミンを多く含むためである。江戸時代に、江戸や大阪では制白された白米が普及し、ビタミン不足から活気が大流行したのは有名な話だが、白米の食味の良さを喜んだ民衆の変色とともに、大都市の燃料問題も、 理由として挙げられる。滝木が周辺の山野で簡単に手に入る農村や山村と異なり、都市では滝木も金を出して買わなくてはならない。庶民が燃料費を節約するために、煮えにくい玄米や丸麦を避け、主食を白米のみに依存した結果、滑稽の流行を招いたとも言える。日本軍では白米のみの飯を併食の主食とした陸軍が、 日露戦争で多数の活気による戦病死者を出したのに対し、爆犯を採用した海軍では、活気の発生を阻止したことが知られる。2005年8月に秋田市で開催された第46回日本人間ドッグ学会学術大会において、新潟糖尿病患者の血糖値が刑務所服役中に著名に改善した事例が発表された。 福島刑務所医務課のヒューガ正光は受刑者の栄養摂取量が日本人の平均と同等以上であることや運動量がそれほど多くはないのにもかかわらずインスリンで治療していた17人のうち5人が注射をやめることができ経口血糖効果薬で治療していた34人についても17人が副薬を中止できたことを踏まえて刑務所の主食が今時珍しい 爆反であることに着目した。米七麦んの飯を毎日食べることで、食物繊維、とりわけ水溶性の食物繊維の摂取量が多くなり、糖代者の改善につながったのではないかと考えた。受刑者は、平均的日本人男性の2倍の食物繊維を摂取し、水溶性食物繊維は5倍取っているという、規則正しい生活習慣と麦飯などの 高食物繊維食で十分な糖尿病の治療効果がもたらされる可能性があるとしている。ラットの動物実験で大麦食の血糖上昇抑制効果が認められているが、グルコースの吸収速度が遅くなるのが理由ではないかとしている。ありがとうございます。